コゼットはアメリカ人女流作家ローラ・カルパキアンによって書かれ1995年に出版されたロマン主義フランス文学の大河小説レ・ミゼラブルをモチーフにした小説である。日本語版は三つの太イのの訳で1996年に3天書坊から出版されたジャンバルジャンの幼女コゼットを主人公にしている。晴れでマリウスと結婚し、 二児の母となった男爵夫人コーゼットが7月革命のコントにある1833年から第二帝政末期の1867年までのフランスで職業夫人として生きていく物語である。夫と共にヨーフジャンバルジャンから相続した60万フランを使って新聞社ダリュミエールを起こした彼女はその美貌と聡明さと意志の強さ そしてマリウスとの深い愛情で様々な困難を乗り越えていく。ジャンバルジャンをはじめ、幼少時代のコゼットを虐待していた宿屋の主人、テナルディエ、その娘のゼルマ、マリウスの祖父ジルノルマン氏やその娘のジルノルマン城、またいとこのテオデュールといった、レミゼラブルに登場した面々が活躍する。また、ムクドリこと、ガブリエル・ラスコー、1832年6月の、 王道で生き延びたクレロン、パジョル、ポンメルシーや専属料理人のマダム・カレームといった新しい面々も登場する。要所要所に当時のフランスで社会問題になっていた女性参政権の問題や女性がジャーナリズムに関与することなどフェミニズムの要素が盛り込まれている。アメリカ、日本のほか、フランスやイギリスなど11カ国で出版されている。日本ではそれほど 商業的成功を収めていない。日本語版は上官と下官に分かれている。1833年2月16日、マルディグラにコゼットとマリウスは結婚した。幸せな毎日を送る二人だったが、コゼットは父ジャン・バルジャンが遠ざかっていくのを不安に感じ、マリウスは弁護士として法廷に立つ一方で現行の法律に矛盾を感じていた。そんな二人を支えていたのは、 お互いの存在とお互いへの愛情だった。自邸のベッドで旅先のブーローニュの宿屋で二人は互いの愛を確かめ合っていた。そんな日々を送っていた1833年の晩か政治家とその娘らしい男女が現れる。娘らしい女はコゼットの元に近づき、彼女が思い出したくもない陰惨な幼少時代の記憶をまくしたてる。その女の正体は、 幼少時代のコゼットを虐待し続けたテナルディエの娘ゼルマだった。コゼットはゼルマからバリゾンゲンを浴び、真実を聞かされる。コゼットとマリウス、それにジャンバルジャンのせいで父テナルディエは死刑を宣告され、アメリカに渡航するしか助かる道はないこと。父ジャンバルジャンは囚人四千六百一号であり、コゼットの母は娼婦だったこと、姉エポニーヌが、 マリウスを愛していたこと、マリウスを愛したがゆえ2832年6月の暴動で革命家と一緒に命を落としたこと、コゼットは絶望の淵に追い込まれるも、マリウスに救われる。ロマルメ通りのアパルトマンでジャンバルジャンの臨終を見取ったコゼットは葛藤する。自分が囚人と娼婦の間に生まれた子供だと知ったら、夫はどんな反応をするだろう。そもそもジャンバルジャンは、 実の父親だったのか。しかし、夫マリウスの悩みの方が深くなっていくのに気づいたコゼットは彼を心配するようになる。バリケードで散っていった仲間のことを思い、自身の命を救ってくれたバルジャンを囚人という理由で敬遠してきたことを後悔する夫を。しかし、その不安もコゼットの妊娠で解消される。弁護士という仕事に疑念を抱くなら、 父が残してくれた60万フランを元手に新聞を出そう。それが暴動を生き延びたマリウスにできること。コゼットはそう言って、夫を説得する。新聞の名前は、ラ・リュミエール。幾度にも渡たるマリウスの逮捕、2月革命、信頼していた人物の裏切り、息子の宝刀と堕落、バリケードでの戦い、第二帝政、ゼルマの復讐、運命に翻弄され、 苦しみながらもコゼットは運命に立ち向かう。金という財産を失っても、愛という財産を抱き、人のぬくもりという新しい財産を手に入れて。当時の日給はイチフラン、レミゼラブルでは、アゼルマ、レミゼラブルでは正式な名前はユーフラジーであり、コゼットは実母であるファンティーヌが名付けた愛称であるが、本作ではコゼットが本名だということになっている。この作品では、 地方から出てきた、法学生ということで、ドロミエス自身の名前は一切明かされていない。マリウスの父ジョルジュの名前も同様である。文字の読み書きができない人のために書類を作成する、職業、メアクルパ。我が造出なりという意味のラテン語で、食材の祈祷に使われる言葉。レミゼラブルでは1769年。コゼットはその名を付けた際、その由来を、 修道院時代に亡くなった親友の名前とマリウスに伝えている。母が勝負だという事実がバレるのが相当怖かったためである。後にコゼットはこのことをマリウスに謝罪している。ただし、ムクドリはもちろんファンティーヌの両親も警察から追われる身であったため、結婚式はもちろん入籍もしていない。レミゼラブルにはコゼット誘拐の記述はない。 プリメ通りの邸宅に押し込みごとをしようとして、未遂に終わった記述がある。危険だが、現在の価格で計算すると1億円。コゼットと同い年ということになるが、レミゼラブルでは姉、エポニーヌがコゼットと同い年だった。プリンス・プレジデントは、大統領時代のナポレオン三世の異名。トゥルスボア伯爵は、断頭台で命を落とした貴族。ありがとうございます。